今週も始まりました帯坂通信、司会のひろしです。本日のゲストは日本近囲碁伝道資料館学芸員の斉藤丈一様です。斉藤です、よろしくお願いします。なんとですね、もう一方お呼びいたしました。視聴者の方からおじさんがキャッキャッキャッキャしてるのもう気持ち悪いって言われまして申し訳ございません。記録の M さんこと松本美優さんにお越しいただきました。松本です、よろしくお願いします。記録の M の記録って何ですか？棋士の手合いの記録です。つまり棋譜を取ったりするっていう、あ、そうです、あれですか、読み上げとか5時間の碁とか、はい、長丁場ですよね。そうなんです。10時間超えたりするんですよね、あれ。へえ、はい、それを頑張ってやってるんですかね。頑張ってやって10年目になりました。でずっと記録やってたってことは、はい、もしかして元院生だったり。元院生です。はい、じゃあちょっと来週以降、はい、ちょっと頭の中に入れておきます。はい、楽しみにしてます。はい、はい、続いての話題です。はい、日本女子リーグがこの間、うん、あのドラフト会議が終わって、軌道ウェブさんが選手と監督、はい、5チーム25名それぞれ深掘り取材をされたということなんですけど、はい、ちょっと動画の、模様は編集者が取材してるのを横から撮ってるやつです。はい、ぽくないですね。ぽくっていうか日本金っぽくない撮り方ですかね。いつも真剣勝負の場しか写真撮ってないですからね。はいはい、こんななんかモデルさんみたいな可愛らしい、ポーズがね、女性棋士、女流棋士たちの写真もいっぱい公開するということで、軌道ウェブで、そのあたり皆さんに楽しみにしてほしいんですけど、あのインタビューの中に一つ、はい、質問聞いてきたんですよ。はい、それがですね、無人島に行ったら何を持っていきますかって一つだけですよ。で、上野あさみさんが何選んだかちょっと我々勝手に当てましょうの。縄跳び、バナナ、あ、ハンマー、絶対ハンマーですねこれは。斉藤さんだったら、私はもう囲碁を愛してるんで囲碁の用具ですね。ほう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 、もう全然石を並べたことはないんですけどね見たことないですね確かにないです。もう道具を愛してるのでミウさんは？私は推し棋士の棋譜を持ってきます。それがだったらもうずっ と, ずっと、はい、見てたら時間が過ぎるので、じゃあ夜になったら寝るだけで、あ、そうですね、見えないので朝起きたら聞く見ると、うん、はい、幸せですねいいですね。ちなみに送付のこと言ってます？送付で大丈夫です。私なんてもうあれ1どこだ一応私、はい、送付見ても4手まではすぐ見つかります。素晴らしい。ちょっとね5手目ぐらいから怪しくなりますね寄付は楽しいですね続いてのこれ軌道ウェーブで写真がたくさん、グラビアが公開されるんですけれども、はい、そこから帯坂通信のスタッフがこっそりなんか写真を抜き取ったっていう噂を聞いたんですけど、ルパン三世かっこいいなそれをちょっと先行して皆さんに、はい、見てもらって、今から見せてもらえるんですか？帯坂をご覧の皆様だけにご紹介ですか？限定の。そうですね、もっと見たいというならもちろん軌道ウェーブに行ってもらえるように思う存分見れますので、はい、じゃあ動画の方のアタック、はい、ミューさんお願いします。はい、VTR どうぞ。
で遊ぼう。栗かのこさんのチャレンジコーナー。今回はかのこさんのお友達に打ってもらうよ。メシソササミさんはアマチュア6段の実力があるそうだよ。服部半蔵にササミさん勝てるかな。次の一着は悩ましいね。強い人っぽい手が出てきたぞ。服部半蔵の力の見せどころだね。そっちをついじゃうと右側の白の陣地が大きくなったね。ダメが詰まってきたので、白は慎重に対応しなきゃだよ。白は手があると思ってたみたい。気がついたようだね。ささみさんの勝利、実力はあるようだ。